はいお疲れ様です、えー、今回はジェミニ2.5プロがバージョンアップしたっていうことなのでいろいろ僕なりに試してみましたで試したものとしては今画面に映ってるんですけどこのボンバーマン風のゲームウェブゲームを作らせてみたっていうこととあとは長文出力ですね3万文字のブログ記事を書かせてみましたでこの漢字をちょっとね共有したいなと思いますでまず結論から言うと こゲームに関しては、えー、と4回ぐらいのやり取りですかねでこの感じのクオリティのゲームが完成してますでこれちゃんとあの矢印キーで移動ができてでスペースキーで爆弾を設置できるっていうところですねでちゃんと爆発もしますであの自分がこう爆弾で死んじゃったらあのリスタートっていうふうにもなるって感じですねはい まあこういう感じのクオリティがまが34回ぐらいのチャットで作れますよっていうところですね。であとは、えっと、長文出力に関しては、えっと、3万文字のブログを書かせたんですけどもう全く止まらずに一発で3万文字いけましたね。はいまあ、これも前々から、ね、長文出力に関しては強いっていうのはあったんですけど、まあ、安定して出力をしてくれるっていうのと中身に関しても 全然ストーリーリの破綻とかもなくいけてますね、はい、これはやっぱさすがだなっていう感じがしてます。でゲームに関しては、まあ、ボンバーマン風のねこれ「ボンバーマンってどんなゲーム?」っていうところから会話をスタートさせてでどんなゲームかっていうのをリサーチをさせてで、えっと、参考になるゲームの,その画像ですね画像を与えてじゃあ作ってくれって言ってで、まあ、ちょっとこの。 デザインのイメージをこっちに近づけてっていう,ような指示をして、まあ、こんな感じですね。で、同じあのチャットのやり取りでクロードにも作らせたんですよ。だね、デザインに関してはクロードの方がまあやっぱりなんかちゃんちゃんとしてるっていうか立体的で見やすいなっていう印象ですね。だこの辺はどうなんだろうな。僕の指示の出し方が良くない。 だけなのかまあただやりとり全く同じものをやらせたのでまあこの辺はちょっとクロードの方がちゃんとしてる感はあるのかなって正直思ってますねはいだジェミニに関してはなんかねゲームボーイ風なんですよだからこの辺もなんか癖があるのかなって個人的には思ってますまあ僕じ自身がそのウェブ開発とかなんかそういうねコーディングっていうのを そもそもよく分かってないしあんまりしないのでまあこういうクオリティにはなっちゃうんですけどまあそれでもこんな感じでいけますよっていうところですねでコード生成に関してもこれもうこれが多分大して長文っていうわけじゃないと思うんですけど大量出力じゃないとは思うんですけどまあこれぐらいは安定してバーッと出してくれますし出力も速いのでまあこれはさすがだなっていうところですかねはいで えっと、ブログ記事の方に関してで言うとで今回あの僕の YouTube の動画の、えっと、案件もらえるようになりましたみたいなあの雑談動画ですねあれの文字起こしを与えてでまずこれを2万文字の記事にしたいから2万文字の記事にしたいんで内容分析して整理して構成,構成見出しを作成してっていうところからスタートしたんですね。 で、構成を書かせましたと。で、2万文字を前提にしてますと。で、まずは2万文字のブログを完成させてくれっていうので書かせました。で、これがね、大体1万8000文字ぐらいであの止まったんですよ。止まったっていうか、完成ですっていう感じだったんですね。じゃあ、上記の内容を膨らませて3万文字の記事にしてって言って、バーッと書かせました。で、これが3万文字を超えたんですよ。で、全く止まることもなく、バーッと書いてくれましたよと。 でこれをコピーをして文字数カウントまあこれもちょっとね一回入れたんですけどはい32,611文字ですねまあこれを一発出ししてくれましたよっていう感じですねでまたなんか同じような感じで言ってみたらあのまあ記事があの焦点がぼやけて読みにくくなったりしますけどいいですかみたいな感じで言ってくるんでまあちゃんと考えて出力をしてくれてるんだなっていうのが 確認ができました、ねはいまあなんでやっぱ長文出力に関しては相当強いなっていう印象ですね。2万文字、3万文字って連続で書かせたんで、まあ、トータル5万文字をここまで安定して、1つのチャットの中でね、出してくれるって、なかなかすごいことだなと思ってます。チャット g p t とかクロードだと、やっぱここまでやってくれないので、うん、これはまあさすがだなっていう感じですね。はい、で内容に関しても あの最初にね見出しをしっかりとまあしっかりとというか最初に作らせてるんでまあそれに沿った内容にしてくれてるのでストーリーの破綻もないし中身も薄くなってる感じはないのではい全然使えるかなと思ってます。っていう感じですかねあとはまあその元々ねコンテキストウィンドウが大きいっていうのがねあのジェミニの魅力になるので。 まあこれぐらいの出力はいけますよっていうところと、まあ、あとは PDF とかそういうのを読み込ませた上でさらにこういう出力をさせるっていうのもできるはずなのでこれはやっぱりジェミニーにしかない強みなんだろうなというふうに感じてますはいまあコーディング能力がね上がったっていうのが今回のアップデートの目玉情報なんですけどそこをね検証する能力が僕にはないので <laughs> ちょっとそこは申し訳ないんですけど はいまあ、ただあのキャンバス機能を使ってこういうふうに遊ぶことができるので、まあ、もしよければ、ね、やってみていただけるといいんじゃないかなと思います。はいまあ、あとはその文章生成に関してはもともと安定しているのであのガツガツ、ね、使っていっても問題ないんじゃないかなっていう気がしてます。はい、ということであの、まあ、僕が検証できる感じ、まあ、今こうちょっとね限られたあの時間の中での検証にはなりますけどこんな感じでした。 でよかったらあの、まあ、こういう感じですよとかって教えてもらえると嬉しいですね、まあ、特にそのプログラミングに関しては僕は全然あの知識もないしどういう検証すればいいかっていうところも、ね、あの発想がなかなか思い浮かばないので、まあ、こういうことをやらせたらよかったですよとかもし教えていただければ嬉しいです。はいというわけで以上です。